ドート、公式振付ビデオ、今夜21時、日本時間に YouTube で公開されます。こんにちは、音楽愛好者の皆さん。今日はエキサイティングなお知らせがあります。最新の情報、2月5日によれば、平野紫耀が驚きのニュースを発表し、今夜の9時、日本時間に YouTube で公開される、ヤギ、公式動画に注目が集まっています。これはまさに待ちに待った瞬間です。 ナンバー、愛の振り付けに期待大。しかし、注意が必要です。興奮しすぎて血が逆流し、文字が霞んでしまいました。そんな中、あるファンが興味深い質問を提起しています。これ、どうやって書かれたの平野さん、あなたの知識が必要です。ファン待望の瞬間到来、ファンの期待に応え、無数の人々が歓喜の声で満たされました。この日を待ち望んでいたことでしょう。しかし、それだけではありません。ナンバー、 アイ、スタッフの朝恵美さんによると、ゴートの素晴らしいメロディーに合わせて踊ることで、毎日の生活にもっと力強さが生まれるとのことです。新曲の歌詞を心に刻み、今夜の夢のような瞬間に備えましょう。そして、夫のション君に会うという予告には、ファンの心がさらに高揚しています。これはもはや単なるコンサートではなく、感動と興奮が交錯する予感です。ファンとアーティストの絆。 会場に足を運ぶファンが心増しにするだけでなく、オンラインでその熱狂を分かち合うことができる時代、X までたどり着いたファンたちの喜びに触れ、腕も足も限界を挑戦したかのような興奮を感じ、冷静な状態を保つことは容易ではありませんでした。夜の舞台裏に迫る、そして今夜の私たちの記事では、夢中になるイケメン3人に捧げられます。彼らのパフォーマンスに引き込まれ、 ファンとアーティストの絆をさらに深める瞬間に焦点を当てます。彼らがどんな独創的な演出を披露するのか、期待が高まりますね。結びつく心、共鳴する音楽、今夜のコンサートで私たちを魅了する音楽が、どれだけ多様性と豊かさを感じさせるのか、その期待感を胸に抱えて記事をお楽しみください。夜9時、新たな音楽の旅が始まります。皆さんも、その興奮に身を任せてみてくださいね。 今夜は特別な夜。幸せそうなファンたちを見て、心と体が一体となり、冷静さを失ってしまったかもしれません。この瞬間を大切にし、私たちの記事を追ってください。イケメン3人に捧げる特別な瞬間に、私たちの心を踊らせていただきます。そして、最後に質問です。この夜、私たちがイケメン3人に捧げる努力とは一体何でしょうかあなたの予想や期待をコメントで教えてください。 きっと、それもまた新たな興奮と期待につながることでしょう。